はいどうも、なおちんです。さあ今日もゼルダの伝説をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はここに来てます。アッカレの上の方の地方ですね。ドクロ池です。ここの上のところに穴が開いてたので、そこに登ってるんだけども、なかなか難しいね。スタミナの食べ物は、いくつか持ってきてるので、それを食べながら上まで登ってみようと思います。穴が開いてるので洞窟だね。その中に何かあるでしょう。あれ、なんもない。いや違う違う違う、そんなはずない。上から見た時に穴が開いてたんだよね。この先か。あーやっぱり穴が開いてる。ちょっと待って、アイテム取りながら行こう。何があるのかい。ってこれ登ってこれるかがちょっと心配だな。登って、あ、まあまあまあ、近くの祠にワープすればいいか。お、何、あ、池か。いや別に何もなし何もなし。でも奥まで結構続いてますね。スタル系がいる、うん、しゃあ、え、結構いるな。しゃあ、でもこいつらだけってわけはないでしょ。他にも何かあるのかい。この先に何かボスかなんかがいるのかな。いや違う。おい、何がいるの。あっぶな。しゃあ、スタル系は脆いからやりやすいよね。おい、でい、ヒノキスいんの。ちょっと待って、俺あんまり矢を持ってきてないぞ。あぶねえ、俺あんまり矢がないけども。オッケー。でもまあ武器はいっぱいあるんで大丈夫かな。よし、危なっ、いいね。あ、まあまあ最悪そこら辺に落ちてる骨を使ってぶっ倒そうか。うん、それもできるわ。嘘、壊れた。オッケー、ボコ弓あってよかった。まだまだか。オッケー、はい終わり、終わりだっしょ。う、嘘、よっしゃ終わった。オッケーオッケーオッケー。ちょっと矢が少ないからなんとかしたいけどね。オッケー、ちょっとここを捜索しましょう。上になんか祠みたいなのがあるね。ちょっと行ってみよう。やった、爆弾、ナイス。いや、あ、別に何もないのか。おみこしの中に宝箱あった。来た鬼人の帽子だ。あー、これ攻撃力がセット効果で上がるよね。ドクロ池の、右目の方にも穴が開いてるので、こっちにも洞窟があるな。いやーちょっとやばそうだぞ。まあまあ、とりあえず行ってみよう。うわー、うわー、なんだこれ、マジかちょっと待って、
よし。マジか、ちょっと嫌なやついるな。よし、よしよしよし。あ、ちょっと待って。すぐ壊れちゃうな。これでいいか。よし。オッケー、あと1体。いやいや、スタルもいるな、これ。スタルもいるね。さっき倒したばっかなのに。嫌なやつ、ちょっと待って。矢が19本か。まあ、あー、もったいね。まあいいか、これで。ちょっと待って、もったいない、もったいない。うん、こういうやつでぶったたけ。よし、オッケーオッケー。なんかすごい消費に飲まれてるね、こいつ。やば、危ねえ。ちょっと待て。オッケー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 。よし、やばいぞ。いや、もうなんか余裕だな。盛り骨ある。よし、うん、まだか。よし、倒した、きたよし、倒した右目左目どっちともクリアしましたね。よし、きたんで、おお、素晴らしい、いいアイテムが出た。なんだここは。鬼神大ゴロン島だこれちょっと待って、なんだったっけ、時のオカリナかなんかで俺めちゃくちゃ使ってたぞ。大ゴロンが作ったやつね。はいはいはい、最高だ。はい、ということで今日はですね、ここドクロ池、行ってみました。右目の方が、大ゴロン島、左目の方が、鬼神の帽子か、それが入手できます。いやー、これなかなか強いんじゃない、大事に使おう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。